ようこそ NHF TV へ。司会の雄大となおです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは早速参りましょう。はい、今日の深掘りです。ガソリン車販売2030年半ばまでにゼロ目標か、はい、なんですが、この、 あのチャンネルでもですね、はい、あの EV 関連のニュース最近結構取り上げてきてるじゃないですか、はい、巷で増えてますけれども、ね、はい、はい、でこのニュースはですね、日本政府の中で、はい、まあ、2030年半ば、まあ、半ばなのでどこなのかっていうのは具体的にはまだわからないんですけれども、うん、はい、ガソリンを使う車、これの販売をですね、はい、うん、禁止しましょうという目標を立てるという方向で調整に入ったというニュースなんです。はい、はい、で皆さん、このガソリンを使う車に関して定義って何かちょっと気になるじゃないですか。そうですね、そうですよね、うん、普通にガソリンだけを使う車とかディーゼルの車とか、まあ、そういうのは排除されるのはまあ分かりやすいんですけれども、うん、はい、じゃあ OK なの何かっていうとですね、はい、当然電気を使う電気自動車の EV、 これ OK ですよね、ガソリン使わないで、OK ですね、はい、それから水素を使う CV、 これも OK ですよね。はい、はい、うん、であとプラグインハイブリッド PHV がありますけれども、はい、こちらについては、まあ、一般的には、まあ、最初の頃電気で走って電気がなくなったら、まあ、ガソリンに移るという形で、うん、はい、こちらに関しては OK のカテゴリーに基本的になっていて、今回の政府の調整の中でもこの PHV は、はい、OK になってるんです。はい、一番の関心ってハイブリッドってどうなの、プリウスとかですね、そうですね、今普及もしてますからねっていう話なんですけども、はい、こちらについては、はい、ハイブリッドは OK なので、はい、セーフです。はい、2030年のこの目標以降もですね、はい、まあ、ハイブリッドというのは販売できるというのがこの現時点での調整の状況にはなるというところになります。うん、はい、定義としてはそうなりますね。なるほど、はい、なるほど、はい、でもまあゼロ目標ってことで、はい、はい、はい、ともうちょっと、ああ、なんでこの目標をこのタイミングで立てたか、そうですね、ちょっとですね、はい、まあ、我々ニュース取り上げてきていて皆さん調理を感じてくださってると思うんですけれども、はい、この表をちょっと見ていただきたいんですよ。はい、はい、これ分かりやすいんですけれども、各国がですね、どのようにこういうこのガソリン車販売の禁止の目標を立ててきたかっていう話が、まあ、載ってるんです。はい、一応、結構いろんな国がやってますですよね。そうですね。はい。はい、で、まあ、無視できない、日本として無視できない、やっぱ国が2つあるじゃないですか。はい、ありますよね。まず1つは、アメリカですよ。はい。はい、うん、バイデン大統領が、はい、来年、政権が発足をしますと、うん。で、彼の注力しているところは、再エネと EV。これは明確ですから。そうですね。はい。はい、EV の方向に行くと。発表してました。はい。ということで、脱炭素の方向性を日本としては出さないと、うん、まあ、バイデン政権とうまく付き合えないというのが、これ分かってきてるわけですよ。うん、はい、なるほど。そうです。で、菅政権がですね、はい、バイデンさんと首脳会談を当然ですね、うん、就任者すぐやりたいと思った時に、うん、はい、お土産が必要なんですよ。お土産、そうなんですよ。おお、やっぱバイデンさんが喜びそうな論点を、はい、まあ、日本として準備をしておく必要があると。なるほど。で、脱炭素のメニューで調整が効いて、用意できそうなものといえば、はい、まあ、一つはやっぱりこの部分ですね、自動車の部分になってくるというのがまず一つの論点です。なるほど、元キャリア官僚の雄大さんらしい、はい、そうですね、はい、ちょっと面白いネタですね。ありがとうございます。でもなんかもうちょっとなんか、ね、もう一つの国があるんですよ、もう一つの国が、これが中国なんですけれども、はいはい、中国が新エネルギー車に絞るみたいな話、これ目標立てたじゃないですか。で、やっぱりですね、日本としては中国が掲げちゃった、はい、中国は要は脱炭素だ、後進国だと睨んでたのに、うん、中国が掲げちゃうと日本としてもいよいよやらないといけないというような感じを、ね、まあ、政府の中で思うわけですよ。はい、お尻を叩かれました。はい、はい、で今回さっき定義上ハイブリッド入ってた話したじゃないですか。はい、はい、で中国がその新エネルギー車の定義の中でハイブリッド入れてきたわけですよ。はい、なので、うん、日本としては中国のところの目標が最低ラインだとするとですね、これを超えようと思っても、はい、とりあえず定義上は中国ハイブリッド入れてるんだったら日本もハイブリッド入れてもいいんじゃないっていう、そういう思考はなるので、結構ですね、やっぱりこのアメリカ中国を意識してきたところだ。逆に返せばですね、アメリカと中国の、はい、さらにその EV に関する政策が進んだら、はい、より日本も進んでくる、そういう格好に今後なってくるわけですよ。なるほど、そういう力学なんですね。そうなんですよ。いや、面白いですね。面白いですね、力学。なんかこう、でもそういう力学ちょっといろいろご存知のユーナさん、はい、もうちょっと突っ込んでいただきたい。あ、もうちょっと突っ込む、なんか思いますね。もうちょっと突っ込みますか、はい、なるほどですね。期待ですよね、皆さんね。そうですよね、はい、政府がですね、はい、この手の発表をするときには、はい、もうですね、もう8割方固まってるんですよ。あ、地固めが、はい、地固めが固まってる、うんうん、要はその政府がこれやりたいなと思いついてポンと発表してですね、はい、はしご外されたと思って、うん、産業界から文句が出ちゃったらこれ大変なことなわけですよ。なるほど、はい、なるほど。そうなるとですね、はい、まあ、日本でときめく、はい、というか世界で勝負できてる車メーカーありますよね、うん、ありますね。T 社、はい、ありますよね。はい、はい、そこっていろいろ
最近ニュースがあったわけですよ。2030年までに EV をまあ作っていきますよと。で、はい、その計画を5年前倒しして、2025年までには550万台出していきますよ。はい、で、2020年以降は10車種以上出していきますよ。この手のニュース続いてますよね。続いてますね。準備できてますよね。気持ち的に。はい、ここの会社の準備ができてないと、政府として発表できないわけですよ。裏を返せばその準備をしてきたので、はい、そこに目標立てていいかって聞いたら、いいよと言われたということなんですよ。なので最終調査入ったって言ってますけど、はい、まあほぼ確ですよね。なるほど。というニュースです。なので皆さん覚えておいてください。はい、ほぼ確で。ガソリン車販売2030年半ばまでにゼロ目標。覚えておいてください。はい。ちょっと頭に留めておかないといけませんね。はい。はい。ありがとうございました。はい。じゃあ続いてのニュースお願いします。はい。今日の知ったかです。欧州で爆売れする EV の落とし穴。はい、はい、まあ、今ですね、日本の EV とかそういう方向性の話しました。はい、で、まあ、これさっき表を見せた通りですね、欧州では今 EV がですね、すごい売れているという話なんですけど、爆売れですね。そこに落とし穴があるよっていう記事です。はい、まあ、興味深い記事なんですけど、ちょっと解説いただけますか。はい、はい、ですね、まあ、本当に爆売れと、まあ、本当に売れてますね。で、これはですね、EU がコロナからの回復予算として、まあ、大幅に予算を取ったということもあるんですが、それで EV 導入が進んでます。で、例えばフランスだと今その支援、購入支援によってだいたい半額で EV 車が買えてしまうんですね。半額すごいですね。はいはい、先日、まあ、日本でも80万の補助がつくっていうあの話が、ね、はいはい、あったんですけれども、でまあ、そういう効果で例えばドイツでもこの7月9月の昨年度の、比較でいうと約4倍 EV 車が売れてしまっている。なるほど。はい、でもこれに合わせて各自動車メーカーも新モデルを投入したり、とにかく EV 祭りなんですね。はい、はい、でその中で何が落とし穴かというと、ですね、結局 EV 車は電気で主に電気で走りますね。はい、走りますので、その電源、その電気は何からできてるのっていうのが、まあ、ちょっと気になる。電気の由来ですね。はい、なるほど。はい、で電気の由来がじゃあそれが再エネじゃなければ、ちょっとどうなのかなという、結局 CO2 出てんじゃないかと、はい、出ちゃってるじゃないかという落とし穴が一つあります。はは、それ一つ落とし穴、ね、はい、でもう一つ実は落とし穴がありまして、EV 車を、まあ、作る工程がですね、はい、今までのガソリン車に比べて非常に工程が少なくて済むんですね。そうですね、部品が少なくなるって言われてますもんね。はい、そうなんです。はい、でそれはまあいいことではあるんですけれども、結局その工程が減ることによって、雇用も減ってしまうという。なるほど。はい、ちょっとそれも落とし穴ということで、まあ EV とても基本的にはもう明るい未来なんですけれども、落とし穴にご注意というニュースでした。コラムですね。はい、はい、ちょっと補足を言って差し上げたいというか、はい、そのコラムにですね、私一言言いたい部分があってですね、欠けてる部分があるなと思うのは、はい、やっぱりその電気の部分というのは今再エネの比率どんどん増えてますよね、世界で。はい、そうですね、なのでどんどんその CO2 というのは減っていく方向性になるとすれば、うん、ガソリン車は絶対 CO2 出しちゃいますけども、はい、その電気が CO2 フリーになっていくようになっていくほど EV はやっぱり CO2 減っていくという方向になるので、この落とし穴はやっぱり世界をですね、解決していくんじゃないかなと思うの一点と、うん、はい、コストの部分もやっぱり電気下がってきますから。あ、そうですね、そうですよね、再エネどんどんコスト下がってますから、これからの日ちょっとありますけども、はい、なので、そうすると電気も安くなっていくよというところがやっぱりありますよね。うんうん、でやっぱりそのトランスフォーメーションですから、はい、雇用というのも何かしらで出てくると、そこに目をつけてグリーン成長という形の文脈になっているかなと思うと、はい、まあ、落とし穴ありますけど、はい、そこをぜひ乗り越えていただければというふうに思います。そうですね、はい、まあ、この記事の先を言っている雄大さんって感じですね。はいはい、ただ、まあ、このニュースをまとめますと、はい、EV には落とし穴があるので要注意、このニュースになるかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。はい、で、トゥデイストピックスですけども、やっぱり車系のニュースがですね、はい、続いてあります、BMW がですね、世界で、はい、最も持続可能性が高いというところで評価されてますという話があります。それから、はい、さっき電力安くなりますよという話をしましたが、うん、台湾でですね、洋上風力で大幅な電気が下がってますというニュースがあります。それから、はい、洋上風力、このオーステッド、デンマークの会社ですけども、はい、ここがどんどん参入してきてます。日本に入ってくるよというのが、はい、話がありますので、皆さん、はい、まあ、これらの詳しいところについては、ラシブのですね、サイトアプリの方でぜひご覧いただけるというふうに思います。はい、YouTube のチャンネル登録、高評価、番組へのコメントお待ちしております。コメントは全部読ませていただいておりますので、ぜひ皆さんお寄せください。はい、今日もですね、脱炭素系のニュースが続きましたけれども、はい、こうしたですね、取り組みの一つ一つの積み上げ、こうしたものがですね、実際の脱炭素社会の実現、それから SDGs、うん、そうしたものに貢献していくんだろうというふうに思います。それではさよなら CO2、また次回。